基本的に人間って自分の望んでいることとか興味があることしか聞こえないんですよね。例えば雑誌をパッと見た時にその雑誌をめくっていくと必要な情報というか自分が知っていることだけは入ってくるんですけど知らないことってちゃんと詳しく読まないとわからないですよね。自分が知らないことっていうのは入ってこないんでなので自分の中である程度こう制限しちゃったりしてると思うんですよね。大人になればなるほど自分の行動範囲って決められてきますよね。例えば会社に行くとか 自分が家にいるとか、子供の世話をするとか、これを毎日こう繰り返してるみたいな感じになってくると、こう決められちゃってくるんですよね。その枠内が。その枠内で決めるんじゃなくて、自分自身の中でやっぱチャレンジをするとか、あの、新しいですね、見方をしていくとか、より自分の影響力のところを広げていくことによって、たくさんのですね、学びが入ってきたりとか、自分の枠組みを常に広げてくることができるんですよね。自分の経験値を上げていくっていうことは、その枠組みを絞るんじゃなくて、やっぱ広げていったりとか、よりできることを広げるみたいなことが、 大事かなと思っていますこれは意識していくと皆さんできてると思うので、えー、やってみてください。